ところ空いてるんですか。なんてとこ空いてるんですか。チャーさん、愛してる。チャーさん、近いからどいて。愛してる。Love is home, late night.
ございました。本当に今日はみんな疲れてると思うので来てくださって本当に本当にありがとうございます。なんかありがとうしか言えないな。すごい、去年の生誕祭はですね、制服を着て出たんですよ。でその時に歌った曲をまた聴きたいなっていう声があったんで、次の曲歌っちゃいたいと思います。マイクじゃないや、マイクじゃないや、オケをもうちょっと中音大きめで、リバウンドもちょっと大きめでお願いします。それでは皆さん、これは脇曲なので立ちましょう。聴いてください、初恋サイダー。キスをあげる、一緒に歌いたいなって言って、すごい心よく引き入れてくれたので、
もう復帰して初めての桃源郷のステージなのでちょっと緊張してますが、じゃあまず1曲歌いたいと思います。聴いてください。スイートメモリーズ。セアさん可愛い。セアさんめっちゃ可愛い。もう一曲持ってきたんですよ。はい、
でね、これはね、ちょっと私がこうすごいね、ロッツのね、忙しい中ルシフェルもいろいろ覚えてるのに、さらにこう私がこれ覚えてもらいたいんだって言って無理してわがままを聞いてくれた曲です。この曲は、お母さんに向けて、ちょっとセイラさんと一緒に、ちょっと恥ずかしいんでね、一人で二人で歌いたいと思います。それでは聴いてください。晴れたらいいね。もう正直すごい恥ずかしくて、こうくすぐったいんですよ正直ね、こういつもさ、すごいみんなバカにしちゃってるけどさ、すごい恥ずかしくて、こうね、いつも素直になれないんですけど、今日はね、しっかりちょっとみんなに、いつも日頃のね、すごい感謝してるんだけど、こうなんかすごい照れくさくてさ、こういつも言えないから、ちょっと今日はこうね、ちゃんとお礼が一人一人に伝わってるといいなと思って、こう、ね、せっかく来てもらえたので、しっかり、ね、伝えていきたいんですけども、ありがとう。こう21歳まだなってないんですけど、まあ、21年生きて、なんかすごい生きてることって当たり前じゃないじゃん。明日もしかしたら21になるまで死ぬかもしれないしさ、なんかすごいこういう道プロに入って、こうみんなと出会えることも
あ、もしかしたらこうなかったかもしれないって考えるとすごい不思議だなってすごい思って、なんか何話そう何歌おうかなって考えた時にやっぱりこう生きてることのなんかありがたみっていうのがやっぱり誕生日だからこそなんて言うんだろうな、わかるんじゃないかなって、なんか改めて考え直す機会というか、こう生きててよかったなってなんか思うんですよ。なんでこの誕生日にこうみんなとこうやってね過ごせること幸せだなって思うので、次の曲みんなに向けて歌いたいと思います。聴いてください、命の歌。Thank you.
謝の気持ちを言うとしたら本当にありがとうしか出てこないやでもすごいこうね、なんかすごいライブがあったらこう私の歌とかケミカリを見に来てくれる人が最近増えるようになってすごい嬉しいです本当に。でもそれはまあもちろん最初からこうね応援してくれる人もいるし、こうやってごめんなさい、熱心にこうさ新潟に来てくれたり東京に行ってくれたり、すごいなんかそういう人がいるからこういう場ができるんだなって、すごいなんか改めて感謝してます。ありがとうございます。涙で締めるのはちょっとあれなんでご気味で行きたいと思います。皆さん来てください。それではちょっとね、ロッツ割でみんなも結構ちょっと疲労が止まってるかもしれないけど行きたいと思います。もしも世界が終わったとしても、もしも明日ね、もしも明日2回目だわこれ
がすごい嬉しいし、もうなんか本当にありがとうしか言えないや。ありがとうございました。幸せです。じゃあ締めますか。はい、それでは以上ケミカルリアクションでした。ありがとうございました。してということだったんですが、みんな大丈夫？大丈夫。結構きついよね。あと1曲。あと1曲。なんか中野さんは2曲やるって言ってるんだけど。本当にどうしよう。ちょっと中野さん。大丈夫？ママとのコラボは今度やるね。申し訳ない、なんかいつも私こんなみんなに何もしてないのに。ここは大丈夫なのすごいなんか本当にありがとう。こうさみんなになんか聞いてくれてありがとう。ガヤさん新幹線間に合わないから。そうなの。でもさ行きたいんだけどさ、本当だよ。俺のせいじゃないじゃない。ちょっとヒゲのせいだよこれは。本当に本当に。しかも中野さん出てこないし大丈夫かな。中野さん1曲2曲間に合わないよ。1曲でもいいから途中で、早く大丈夫。本当に大丈夫。みんな2曲で間に合う？途中大丈夫。ありがとう。ブッパ細きも間に合う。ごめんね。ありがとう。お話ししたかったよ、みんなと。俺もブッパ細き新幹線間に合わない。俺は全然間に合わない。そんな声だし。修正。
したり小さなそこだったんでしょう。
すっていう申し訳ないことをしてしまいました。ありがとうございました。ありがとうございました。また近いうちに東京行くんで、そしたらまたゆっくりお話ししましょう。本当に来てくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとう。みんな気をつけて。割とヒゲのせい、いやだいぶヒゲのせいだ。結構凹んでるけど大丈夫。反省してるのか。反省してんの？この度は、うん、件についてどうなんですか、その件は。この度ですね。水いる？水いらない。テーブルいらない。まあ、じゃあ立った状態で謝ってよ。あ、でも違う。ちょっと謝り方が違うのかのさ、中野さんあるでしょ。そうしないと今もう押すから、はいはい、皆さん本当に今日ですね、ちょっといろいろわがまま言って